ゲームの難易度はイージー、ノーマル、ハードの中から設定するというようなゲームがほとんどです。今もそう。そんな中、新光神話パルテナの鏡で悪魔の鎌というシステムを作りました。これはゲーム性という観点ではなかなか鋭い仕様を持っているのではないかと思うのでご紹介します。ステージを開始するとき、悪魔の鎌が出現します。これは本気度を決めるもの。本気度 2.0 が基準です。しかし悪魔の鎌にハート、つまりお金をつぎ込むことで本気度をどんどん上げることができます。本気度が上がればゲームの難易度が上がります。敵はより攻撃的になり、攻撃力も防御力も上がり、手強くなるので、ちゃんと準備や戦略を考えることが大事。反面、より儲かるようになります。クリアできれば、より多くのハート、より強い神器や奇跡が手に入ります。ただ、ミスをすると、悪魔の鎌のハートを少しこぼしてしまいます。コンティニューした時の難易度は下がるけれど、かけたハートが少し無駄になるし、良い報酬を少し得にくくなります。難易度を下げたい場合、ハートを払って本気度を下げることもできます。最低の 0.0 まで下げればほぼ無敵、クリアは確実でしょう。リスクとリターンという観点からは、このシステムにおけるメリットは明確だと思います。ハイリスクにするとハイリターンが得られる、難易度調整という意味からも斬新です。システム上、やられれば難易度は勝手に下がるので行き詰まることが少ないです。屈辱感はいくばっか拭いきれないかもしれませんが、やられ続けてイージーモードにしますかなどと聞かれるような嫌さはありません。また、従来のゲームのようにイージーで進め続けることで、単に手応えのないゲームのようになることも防げるかもしれません。本気度をゼロまで下げればかなり楽になるので、難易度が高すぎてついていけないということも補えます。と、リスクとリターンが体現されたシステムなのですが、問題点もあります。まず、曖昧な話ですが、ゲームの手触りがハードになりすぎる、常にギリギリを突きつけられているように感じると、あんまりカジュアルにはなりません。パルテナの鏡は、地上ステージをやや広くしすぎ、敵がまんべんなく配置されすぎ、またその場復活も実現できなかったので、少し噛み合わせが悪いところもあります。ゲーム性、駆け引きやリスクとリターンは非常にゲームらしい遊びをもたらしますが、反面ゲームを厳しいものにする側面もあります。 3DS だと小さい画面なのでより大変ですよね。それと、本気度を2以下に下げると難易度も下がるという周知が足りないような気がします。こういう仕組みが必要なのは主に初心者。制作当時思えば手が回っていなかったことは確かですが、もっと初心者の導入に対していろいろできればよかったなとは思います。現代の作品はゲーム中に自由に難易度を変えられ、それに対して何の制約もないというのが一般的です。当然必須だし、そうあるべきとは思うけれど、よりうまくプレイした人を褒めたい気持ちもあります。反省点はあるのですが、それでも鋭い仕組みだと思う悪魔の鎌。難易度における考え方に対して今なお新しい形として参考になるのではないでしょうか。なお、スマブラ4やスマブラスペシャルの一人用でも悪魔の鎌と同じような要素を入れていますが、新パルテナほど稼ぐ必然性をなくしているので、それほど重要ではないかもしれません。新パルテナ、強気ゲームとしてやりたいですよね。どこかがペロッと移植してくれないかな。